あったー、オッケー。ってことは、あと中だね。で、本っぽくない見た目でもあったな、今。本じゃないと。さっきある生徒が、大道具の材料を探すと言って急行した。戻ってきてない。あれ？飛んでったんじゃないの？あいつ先生呼んでくるとか言ってなかった。あれ？あいつ逃げただけか？おい、飛んだクソ野郎じゃねえか、あいつ。クソ野郎すぎるだろ。違うか。仮に職質やってたとしても勝手に持ってくの、いかがなもんって。あった！勝手に持ってっちゃった！いいの？先生の目の前から奪ったんだけど、これはいいの？心、広すぎないか。目の前で、窃盗に近いぞ、目の前の本持ってくの、勝手に。いいのか、それ。それって、きっと、この本のことよね。どうぞ。ええ、そうだと思います。ロジックさん、お探しの本はこれでしょ？おお、そうだ！探していたのはこの本だ。一冊ずつ渡したのかな。よし、これでようやく必要な資料が3冊揃ったな。ロジックさん、研究の成果を期待してますよ。うん、期待していてくれたまえ。クローゼ君たちの協力に応えるためにもベストを尽くすつもりだ。さて、では早速研究に取り掛からせてもらうぞ。もう時間があまりないのでね。クローゼ君たちも劇の方を頑張ってくれたまえ。ええ、私たちも負けませんよ。ね、エステルさん。楽しみにしててよね。うん。ではお互いに頑張ろう。ああ、学園祭お手伝いクエストとかあったのね。そんなの出てなかったけど、勝手に出たのね。なるほどね。これで今取り掛かってんのお前は。そういうこと？これやってないとこのクラスの学園祭は失敗するとかあんのかな。あ、ここにもあったの。ごめん、気づかなかった全然。当日はクラブのみんなと交代しながら店番をするんです。あ、そうなんだ。ごめんね、こっちにもあったのか。全く見えてなかった。わあ、こっちにもあったんだ。わあ、見逃した子いそうだな。完全木に隠れたな。そっか、まずったな。街の様子を見に。鍵がかかっている。閉じ込められている。私たちは学園に閉じ込められている。デスゲームが始まってしまうわ。どういうことなの？どういうことなの？なんで閉じ込めるのよ。閉じ込める。門限縛ってるってこと？門限終わったってこと？そういうこと？くっそ。まさか、閉じ込められるとは。もう街の人のセリフ変わってないってことか、じゃあ。嫁おじさん。この子いたっけ？弱ったな。変わったの、なんか。このままじゃ、校庭の飾り付けが終わらないよ。あれ、こんなんあった？手伝ってくれてた生徒たちが、みんな忙しくなっちゃってね。ご覧の通り、まだ飾り付けができてない場所があるんだよ。どこよ、ご覧って言われても。あ、そこね、垂れ幕ね。あらら、真ん中の垂れ幕がないわね。確かにちょっとかっこ悪いかも。左右、じゃあもう片方の方も取ればいいんじゃないの。いいんじゃない。やっぱりそうだろう。なんて書いてある？ウェルカム。もし、ウェルカム飾り付けのない場所を見つけたら教えてくれよな。あ、そういう感じ？すぐに飛んでって、パパッと作業してしまうからさ。多分、ちょっと注意してみてくれればわかると思うよ。ここみたいに、あるはずの飾り付けがない場所を見つければいいってことよね。うん、わかったわ。気づいたら教えに来るわ。いや、お前把握してるよ。ああ、よろしく頼むよ。自分が飾り付けたところと付けてないところ把握してろよ、むしろ。どういうことだよそれ。そこがわかんないってどういうことだよ。ここか。はい。あら、どうしたの？ここって気づいてないじゃん、エステルちゃん。あら、本当なら垂れ幕を飾る場所だと思いませんか？扉の反対にはちゃんと飾られてますし。あ、本当だ。全然気づけてないじゃん、エステルちゃん。パークスさんに教えに行かなきゃね。え、そうしましょう。大丈夫か、エステルちゃん。任せといて。パークス、飾り付けてどうやってやるの？ジャンプすんの、そこから。シュッと。これは分かりやすいな。分かりにくいとこもあるんですか？それじゃ、早速作業してしまおうか。私たちも手伝うわ。あ、すまないな。それじゃ頼むよ。手伝うってどうやって手伝うのこれ。結構難しくない？あ、ファックスさんが上行くのね。あ、じゃあ外から見てってことね。なるほどね。どっから出してんのあれ。どうやって飾りつけてんのあれ。これでいいだろう。出すとこあった。あそこに。それじゃ穴あったら、また見つけたらよろしく頼むよ。また、うん、任せて。まだあるってことか。わかりました。垂れ幕以外の飾り付けのことも言ってんのかな。あとないね。あれ、
ここってほら他の建物の入り口は旗で飾ってあったじゃない。エステルッチが気づいたのね。あら本当ですね、飾り付けが終わってないみたい。用務員のパークスさんに、はい、うん、そう、はい、早く歩いてきて。おお、本当だ、よく見つけてくれたね。よし、早速作業してしまおう。私たちもお手伝いしましょう。あ、完全にさっきと逆ね。うん、そうね。お、ありがとう。さっきと逆な感じね。よし、これでいいだろう。こうやって完了。それじゃあ、また見つけたらよろしく頼むよ。まだあんの？うん、任せて。わかりました。え、まだあるってこと？まだあんのか、3カ所ぐらいってことか。大面の話だよね。あ、反対側ってこと？あー、なるほどね。これ気づきにくいね。なるほどね。気づきにくいな、これ。あれ？どうかしました？ここ、旗がないわ。ほら、反対側にはあるのに。かわいいな、走ってたの。本当、エステルさん、ちょくちょくよく見つけましたね。ちょこちょこ動く感じ可愛いな。たまたまよ。じゃあパッ、はい、え、じゃあ巻きで、あ、飛ばしついちゃった、飛ばしついちゃった。同じだよ、ね、すまないね。オッケーオッケー、もう同じだよね。あ、両サイドに立ってた。よし、これでいいだろう。脚立とかないけど、どうやったの？肩車したのかな、エステルちゃん。とりあえずこれで全部片付いたよ。いやー、君たちにはお世話になっちゃったな。ううん、気にしないで。せっかくの学園祭なんだし、ちゃんと準備したいじゃない。魔獣どうなったの、ね、そうですよ。学園祭いいけど魔獣。私たちの祭りなんですから、お手伝いをするのは当然です。確かにその通りだね。学園祭、俺たちも楽しみにしてるからな。うん、任せといて。精一杯頑張ります。それじゃあ頑張ってくれよな。はい、飾り付け何個あるんだろうね、これ。魔獣がもう一個だよね、多分。魔獣やりたいんだけどな。じゃあ旧校舎もうちょっとだけ探索してみましょう。これ魔獣って再湧きしてないってこと？全滅させればいいってこと？あ、そうっぽいね。一体しかいない。二体最初にいたもん。なんだお前、気絶した？どこなの、ま、どれが前でどれが後ろ。いや、これで OK。魔獣をすべて退治した。これでオッケーなんだな。違うのかしら。ただいま。あ、先生、遅いよ。だいぶ遅いよ。エフォート先生。終わりましたよ。おお、お前たち、大丈夫か？旧校舎に魔獣が出たと、ミックが知らせに来たんだが。あ、そのことでしたら。もう心配ないわよ。一通り退治しちゃったから。おっと、そうか。そういや、エステル。君はブレイサーだったんだな。完全に学生みたいに過ごしてたからね。そうなのよ、ブレイサーなんすよ。いや、助かったぞ。学園祭当日に何か事件があっては困るからな。じゃあこの建物ごと壊しておきますか、一回。え、本当に倒壊させておきますか。念のため扉には鍵をかけておくか。用心するに越したことはないからな。てか立ち入り禁止にしろよ、はい、その方がいいと思います。看板立てて柵立てようぜ。うん、これでよし。じゃあ俺は宿直室に戻るぞ。そろそろ普段なら門限の時間だからな。お前たちもあまり遅くならないように。はい、気をつけます。うん、わかったわ。先生が扉がガッて急に開いて、黒い手につかまれて奥に引きずり込まれていくっていう、そういう展開かなと思ったけど違うか、達成ね。そっか、まあ違うわな。ゲーム性変わりすぎだわな、そうなったら。急にホラーゲームみたいになるっていう、そういうあれじゃないか。ファミタンはその展開あったからな。突然土蔵の中のなんか、ホラーゲーム展開あったからな。いつそういうのが来てもおかしくねえぜ。おう、さっきはご苦労さん。大事になる前に片付いてよかったぞ。うん。しかし、まったくミックのやつにも困ったもんだな。今度の体育ではびっちりしごいてやるとするか。頼むよ。あいつ逃げやがったからな。先生呼んできたのはそうかもしれないけど。行きましょう。校長室で話はもう聞いてるので飛ばしますけど、食堂へ行こうっていう話だよね。はい、あれ違う、あ、行ける、あ
降りてきてるのか君たち。そっか、じゃあ無視だな。とりあえず男子の残り顔、生徒会室の残り顔自分吸い込んで、パワーを得てからね、女子の女子力を得てから、男子ロッカーの匂いも吸い込んで、エッチな本か、エッチな本か、これ漫画本か、どっちだ、漫画本かエッチな本か、どっちだ。女子の本あんのかな、そういうの。あ、ない、小説書いてる小説書いてる、あれしかない、小説みたいなのしかないな。どっちから行くか、こっちかな、こっちかな、あ、同じか。連れてきたわよ。あれ、エステルッチ、エステルッチどうしたの。みんなお疲れ。意識してんな。お疲れ、ジルさん。よう、待ってたぜ。早速料理を注文するか。料理を注文する、まだ用事がある、断ってみる。席は取っておくから。なるほどね、それだけか。うん、まあいいでしょう。もう料理を注文しよう。はい。ああ、もうお腹ペコペコよ。劇の仕上げに加えて今日も一日学園中を走り回ってたし。まあ生徒会長だしなでもそれも今日で終わりね。そうよね、ほんと気合を入れ直さなくちゃ。新しい仕事も入ったことだし。新しい仕事、なんだそりゃ。うん、後で相談するわ。なんだろうね。じゃ、学園祭の成功を祈って今日はパーッと騒ぐわよ。エステル、ヨシア君、明日はよろしく頼んだからね。うん、任せておいて。精一杯頑張らせてもらうよ。もうヨシアは全てを諦めて全てを受け入れることにしたのね。受け入れる系男子になったのね。その夜、エステルたちは食堂で賑やかなひとときを過ごし、最後に劇の成功を祈ってソフトドリンクで乾杯した。寮に戻ってから明日のために早めに眠りにつくエステルたち。そして真夜中、学園祭当日の朝。別に何か事件があるわけではないのね。そっか、なんか劇がなんかバラバラに引き裂かれてみたいな、そういうのないんだね。そういうなんかこうそういうあれはないんだね。照明も調整済みっと。よっしゃ、これで準備完了だわ。そろそろ会場だ。劇の上映まで時間はあるから、それまで遊んでくるといい。そう来なくちゃ、屋台とか片っ端から回るわよ。回るのはいいんだけど、食べ過ぎて劇の最中に動けなくならないようにね。ありそうありそう、エステルちゃん。そんなの分かってるわよ。エステルちゃんありそう。そういえばみんなも一緒に回るんでしょ。トイレ行きたくなっちゃうみたいな。私とハンスは生徒会の仕事が残ってるから無理ね。大変だね。あんたたちだけで楽しんできてちょうだい。生徒会の仕事ってひょっとして昨日言ってた？私も手伝おうか。いいっていいって。あんたはエステルたちを一通り案内してあげなさい。チビちゃんたちもそろそろ来るんでしょ。来てるのかな。うん、ごめんね。会話できるかな。ま、俺たちも暇を見て適当に楽しませてもらうさ。ああ、そうだヨシア。はい、ヨシアです。来場者の中に俺好みの女性を見かけたらこっそり教えに来てくれよ。じゃあミラノさんとか紹介しとくかミラノさんとか紹介しとくから。抜け出して口説きに行くからさ。ボッコボコにされそうだな、なんかミラノさんとか紹介したら。はいはい、分かったよミラノさんとか紹介しとくか。美人で背が高くて大人の魅力を備えたお姉さんね。ミラノさんいけんじゃね。ミラノさんいけるような気がするな。あと誰かな、アンナさんかおお、それでこそ我が友だ。まったく男ってやつは。エステルちゃん、私も背高いわよって。あれ、どうしたの二人とも。あ、子猫さんのね。魔獣が現れました。お待たせしました。ただいまよりジェニス法律学園第52回学園祭を開催します。52回か、なるほどね。来るか。あ、来た来た。あれ、ミラノさんいるんじゃない、あれ。ちょっと待って、あれ、リノさんもいなかった。見合いどうなったの。うわ、すごい数のお客さんだわ。ちびっこが走り込んでくるあたりいいな。さすがは名高いジェニス王立学園だね。バサカジールちゃんいるか。学園レベルの祭りとは思えないな。その割にはやデビュー少ないけど今年は例年よりもお客さんが多いみたいです。よし、ついに始まったか。ハンス、とっとと行くわよ。おうよ、
迷子の法則とかやらなきゃいけないのかな。俺たちは生徒会室にいるから何かあったら来てくれ。了解、二人とも頑張ってね。動けるんだよね。そうだよね。では私たちも見物を始めましょうか。了解。うん、レッツゴー。あ、久しぶりに聞いたな、エセルちゃんのレッツゴー。オッケー。あ、何？何？フォーメーション取られた。何？フォーメーション仕掛けてきたな。どうしたお前ら。来場者になってる。アジちゃんじゃないの。私たち毎年ここへ遊びに来てるのよ。あ、そっか。なんだ。フォーメーション取ってきたから。知り合いとどこから遊びに行こうかな。名前ついてないの。早い早い動け。ミラノ。久しぶりに我が母校を訪れてみたのよ。懐かしいわね。ミラノさんじゃない。関西弁じゃない。ミラノさんじゃないか。誰だお前は。誰だ。立派な建物だな。さすがジェニス王立学院だね。学園だね。うん、セリフはワンパターンね。君はまさか。ギルバート先輩。やっぱりか。クローゼ君たちか。準備は十分にできたかい？うん、もうバッチリよ。やるだけのことはやったわ。そうか、それは楽しみだ。久しぶりに来てみたが、やっぱり母校はいいものだな。そっか、一応 OB か。ここには青春時代のいろいろな思い出が詰まっているよ。どんな青春だったんだろうな。なるほどな。じゃあリノンさん違うか。うん、名前ついてないな。久しぶりに来てみた。残念だな。ここに名前ついてる人が来てくるの俺すげえ楽しみにしたんだけどな。孫の教室はどこにあるのかし。うん、ちょっと残念だな。あ、もうそうだよね、帰るだよね。知り合いよ。お菓子はいかがですか。おいしいですよ。おいしいお菓子ですよ。お菓子売ってるの。あ、虹色ゼリービーンズ、ありがとうございます。どれくらいの回復量。うわー、これ待って、これ買い占めでいいか。 CP 増えるのはめちゃくちゃ美味しくないか。さてレシピ知りたい。まずホタルタケか。そっか。ふう、慣れていないのでどうしても照れてしまいますね。ちょっと考えるか。ちょっと考え、他の食べ物もあるかもしれない。ちょっと見てから。ほほう、ここは駄菓子屋さんのようじゃな。うん、名前ついてないんだよね、さすがに。なんかショックだな。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃいよ。はい、そこのお姉ちゃんたち。知り合いだろ。美しい、美味しい、美味しいポップコーンはいかがですか。あ、同じか。ポップコーンね。穴あきポップコーン。何穴あきって。移動か。まあ、とりあえずここでしか買えなそうだから買っとくか。逃すと二度とレシピもらえますよ。いや、はや、あ、ボルトさん、いやはや大した活気だね。若い人たちはやっぱりエネルギッシュだよ。まあね、でも港の管理の責任者でしょ、あなたは。もっと活気あるんじゃないの。さらにパワーありそうだけど。ノーリアさん、学園祭もいいけど普段の授業が見てみたいわ。親としては自分の子供がどう過ごしているのか知りたいものよね。ノーリアさん、ノーリアさんってジノキオのお母さんだっけ。いつもガイドやってる人だっけ。なんか見た目が違う気がするからな。うん、いい匂い。お腹空いちゃったな。でも違うか、違うのかな。ちょっとノーリアさん見たことあるけど。あらあら、安いわね。あ、先輩たちどうですか、お一つ。美味しいですよ。ただでくれないの。そのセリフ言うならただでくれよ、このタイミングは。あと、このコーヒーアイス。あー、眠気覚まし。なるほどな。やけど、やけど、これ同じか。同じか、全く同じか。値段違うけど、値段違うんだけど、全く同じか。あー、そういうのもあるのね。なるほどね。へえ、ずいぶんいろんなお店があるのね。なるほどな。ちびっ子たちとか知り合いは劇に来てくれる感じなのかな。まだ来ない感じか。女子寮。ダメか、ダメか。まあそうだよな、そうだよな。鍵かかってんのかですよね。あら、ここにもいる。はい、あ、まずは一息入れてから回ってみるかな。そんなに多くないけどね。お姉ちゃんに会いに来たんだよ。なるほどな。カフェテラスまであるなんていいわね。そうだね。噂には聞いていたけど、とても雰囲気のいい学校ね。なるほどね。娘にせがまれて連れてきたんだ。
学園祭なんて私も初めてだよ、まあ、この学校はこの世界は必ず学校に行くわけではなさそうだからね。おお、これはアジちゃんか。あ、ルシアちゃんだ。村の方にいた子か。ルシアちゃんだね。ルシアね、グラム君たちと一緒に来た。ああ、そうなの。クラム君ね、グラム君ちゃうよね。え、だってだってボンバーマンのお付きの人いるんだけど。ちょっと待って、ボンバーマンのお付きの人いる。自己紹介最後にしよう。これエーデルちゃんでしょ。エーデルちゃん、旅行に行くついでに噂に聞く王立学園のを見てみようと思ってね。なるほどね、エーデルちゃん、いいんじゃない。この旅の旅も自主的にずっと見てるからなんか嬉しくなっちゃうな。へえ、最近の学校は進んでるな。僕は二丁学校しか通ったことがないからな。そうなんだよね、普通の子はそうなんだろうね。妻と、マノリアに移り住んでから何年も経つけど、王立学園に来るのは初めてなんだよ。あ、そうなんだ。これは村で宿屋してた人ですね。レックスさんのとこでチビたちがお世話になってるんで。驚いたわ、学園祭ってこんなにも賑やかなものなの。来てそうだけどね、来てないんだね、あの村でやってるの。学者じゃね？これ学者じゃね？ちょっと待って、学者に見えるからちょっと違うところに言うよ。今日はここは休憩所として開放されているんだよ。いつも通りのメニューもやっているからね。